俺の名前は木村聡。元極道だった俺は、個人的な理由から武闘組を抜け、仇の世界へと入っていった。だが、仇の世界は俺のような半端者をそう簡単には受け入れてはくれなかった。それでも15年という歳月を過ごし、45歳になった俺は、またしても武闘組の門を叩いたのだった。そんな俺を武闘の組長は気持ちよく受け入れてくれた。ところが、外伝武勇を持つ俺を知らない奴らが多く、幹部の中でも俺を知っているのは組長ほか少数になっていた。そして、その中でも一番厄介なのが、32歳で自称若頭の大里幸也だった。こいつは俺のことをまるで知らないばかりか、話にも聞いたことがないらしく、俺を仇の世界で使えなかったゴミだと勘違いしたらしい。おい、てめえは何歳だ？ずいぶんとおっさんのようだがよ。入門したばかりの俺を見て、馬鹿にしたような笑いを浮かべ近づいてきた。はい、45歳、木村聡と言います。たとえかつては名を馳せた俺でも、15年ぶりともなれば新人であることに間違いはない。俺は俺よりもはるかに若いこいつに頭を下げた。そうかい。俺は大里ってんだ。いずれは若頭になる男だ。そうなんですか。それが本当なのかどうか、今日が初日の俺にはわからない。だがひとまずは相手の話に合わせるしかない。そう思った俺は、当たり障りのない返事を返すことにした。ああ、この組で一番腕が立つのは俺だからな。今は若頭がいるけどよ。組長なきあと、その後目を継がれるのは現若頭だ。そうなると若頭の席が空くわけだよ。そうなったら俺が座るのさ。それだと、若頭補佐ということでしょうか。まあそういうことになるだろうな。直接組長から言われたわけじゃねえけどよ。ということは、こいつはあくまでも自称若頭というところのようだ。本当に若頭補佐であるならば、さっき組長に挨拶に行った時に紹介されたはず。だがそこには組長ほか若頭、そして幹部役員がいるだけだった。その幹部の中にも、こいつはいなかったのだ。ということは、こいつは単なる組員ってことになるな。それなのに、自分もいずれは若頭になると言い切っているのか。まあ、いつの世にも勘違いやろうっていうのはいるもんだよな。だからな、俺の言うことは何でもちゃんと聞いていた方がいいんだよ。何せ俺が若頭になったら、あんたの上司になるわけだからな。ということは幹部なんですか。あまりに偉そうにしているこいつを、俺はちょっとおちょくってやりたくなった。ああ、幹部ばかりが若頭になれるわけじゃねえのさ。俺のように、組員からでも若頭になるやつもいるんだよ。そんな話は聞いたことがない。そうなんですか、それは知りませんでした。まあいいさ。お前は今まで仇の世界にいたわけだ。知らねえことの方が多いだろうよ。これからは俺がしっかり教えてやるからよ。おいおい、ずいぶんと偉そうな奴に出会っちまったぞ。面白い奴だと思いながらも、なんだか面倒な奴に絡まれたもんだと思っていた。しかも、さっきから俺とこいつのそばを通り過ぎていく組員は、ちらりとこちらを見ながらも、誰も頭を下げないのだ。声すらかけて通らないと来ている。こいつは誰にも相手にされてねえな。ところでお前は今までどんな仕事をしてたんだよ。ああ、俺はトビをやってました。トビかよ。まあそうだよな。小指を落としてるような男、カタギの、しかもちゃんとした企業が雇うはずはねえもんな。そうですね。それでなんで小指を落としたんだ。何かヘマをしたのかよ。確かにヘマをした。というのも、トビになる前は工場に勤めていたのだ。そこで機械に小指を挟み、あっという間になくなってしまった。
おかげで俺は障害者というわけだ。だがこいつは小指がないということで詰めたと思っているらしい。まあそれでもいいか。仇の世界じゃ小指がないのは問題だが、ヤクザの世界で小指がないのは全く問題がねえからな。どうせ大したこともできねえようなろくでなしなんだろう。だいたいよ、45歳にもなってヤクザになるってのはどうせ使い物にならねえやつってことだよな。そこまで言って気がついたらしいこいつは眉根を寄せた。おかしいじゃねえか。仇の世界にいたのにどうして小指を詰めてるんだよ。さてはてめえ、ヤクザの世界にいたことがあるんじゃねえのか。どうやらやっと気がついたらしい。このままこの矛盾に気がつかずに終わるのかと思っていたが、少しは頭があるようだ。どういうことなんだよ。それはですね、そうか、わかったぜ。仇になる前にヤクザの世界にいたんだろう。そこで小指を詰めるようなバカをやっちまって仇になった。そしてまたこっちの世界に戻ってきた、そういうことだろう。まあ当たらずとも遠からずというところか。そんなところでしょうか。そうかい。ってことはやっぱり使い物にはなりそうもねえな。そうですか。そりゃそうだろうよ。小指を落とさなきゃならねえようなバカな真似をしたんだ。そんなやつがまともにヤクザ稼業なんかできるもんじゃねえや。かなり思い込みの激しいやつだな。その上その年だ。お前のようなジジイをどうして組長も入れたのか全くわからねえけどよ。ああそうですね。うちの組長は優しいお方だ。だからなんだろうな。大里は俺のことをとにかくバカにしたいようだ。そして自分の方がずっと上の立場だと俺に分からせたいのだろう。だが俺はこいつがどの程度なのか見切っていた。大したことはないし恐れるに足りない。とは言っても入ったばかりの俺はひとまずこいつの言うことには逆らえないわけだ。おいサトシよ、お前はその年で新入りなわけよ。ってことはどんなにヤクザ経験があるとは言っても俺の方がずっと先輩なわけだ。だから俺の言うことは絶対ってわけよ。いいな、俺の言うことに反論したりするんじゃねえぞ。ああそうですね。何がそうだよ。返事ははいだけでいいんだ。わかったかよ。はい、わかりました。俺は大里の言うことを素直に聞いてはいたが、どうも歯切れが悪かったらしい。大里はそんな俺にイライラしていた。とはいえ俺の方もなんでこんな野郎の言うことを聞かなければならないのかと多少のフラストレーションが溜まり出していたのだが。よう、お前よ、そんなじじいだが喧嘩の方はどうだよ。ああ喧嘩ですか。ああそうだよ。ヤクザになりたいってことはよ、喧嘩ができねえようじゃダメだろうが。前にもヤクザだったってことだ。だったら喧嘩の一つもできるってことだろう。もちろんできる。できるどころか俺は結構な人数を一人で倒した過去がある。だがそれはあくまでも過去の話だ。まあ多分それなりにはできると思います。なんだよそれなりにはってのはよ。ヤクザになろうってんだ。それなりにはなんてのはダメだろうが。どうせなら10人くらいは倒せねえとな。俺なんかは30人を一人で倒したこともあるんだぜ。まあジジイに30人を倒せってのは無理な話だがな。そうですね、30人も一人でやっつけるのは無理がありますよ。それでも組長がやれと言えばやらなくちゃな。いやー組長に言われても無理なもんは無理ですよ。なんだと。てめえ何甘いこと抜かしてんだよ。組長がおっしゃったらやるんだよ。はあそうですかね。俺は無理してまでやろうとは思いませんけどね。なあじじい、イライラするな。てめえみたいなのは本当にイラつくんだよ。殴らせろ。さすがに殴らせろと言われてはいどうぞとはいかない。
俺だって痛い思いはしたくないのだから。いやー、さすがに殴らせろと言われてもちょっと嫌ですよ。ちょっとならいいじゃねえか、殴らせろよ。てめえなんか殴ることもできねえんだろうからよ。だったら俺のサンドバッグになってりゃいいんだよ。勘弁してくださいよ。初日だったのに殴られたんじゃ幸先悪いじゃないですか。大丈夫だよ、俺に殴られるなんてのは運がいい方だ。何を言っているのか、何とも身勝手なやつだ。いいか、俺に殴られて殴り方を研究させてやるってんだよ。殴られたこともなかったら殴り方がわからねえだろう。以前はヤクザ家業だったと言っているのだから、そんなことをしなくても殴り方はわかっている。それなのにああだこうだと理由をつけて殴ろうとする。これでは周りから嫌われるのも当然というものだろう。ですが俺もヤクザだったわけですから、殴り方なら知ってますんで、そこまで気を使ってもらわなくても大丈夫ですよ。うるせえや、俺が殴らせろって言ってんだよ。はい。ああ、いや、本当にやめましょうよ。ヘラヘラしてんじゃねえよ。そう言ったかと思ったら、俺の顔面に一発拳が決まってしまった。俺としては、組員同士で殴り合いなんてのはしたくはない。ましてや、こんなヘナチョコな拳しか当てることができないやつだ。俺が本気で殴ったら、どうなるかは考えなくてもわかる。しょうがねえな。早いとこ蹴りをつけるために負けてやるか。俺は倒り込み負けたふりをした。これで相手に花を持たせたことになるのだから、勝負は決まったことになる。そう思っていたのだが、なんと大里は、俺の上に馬乗りになると、さらに殴りつけてきたのだ。嘘だろう。そこまでするのかよ。やめてくださいよ。殴られながらも、俺はそう言うが、こっちからは一切殴ることはなかった。ところがやられていると、どこからか組長の声が聞こえてきた。やめろ。何してやがる。ああ、組長。大里をやめるんだ。すぐに木村の上から降りろ。組長はというと、真っ青な顔をしている。バカ野郎。なんで組員同士で殴り合いなんかしてやがる。組員同士の喧嘩はご法度だと言っただろうが。そうですが、こいつがどの程度なのか知りたかったんですよ。こんなじじいが新入りなんておかしいじゃないですか。大里は俺の上から降りると、体についた埃を払いながらそう言って笑っていた。それで、わかったのかよ。そうですね。なんで、こいつがうちの組に入ったのかまるでわかりませんが、きっと組長は、こんな弱いやつを放っておけなかったということでしょう。弱いやつだと？木村、お前は一発も返さなかったのか。はい。なんで、やっても意味がないですから。なるほどな。おい、大里。はい。てめえは運がいいな。なんでですか？木村がてめえを殴らなかったからだよ。あ、それのどこが運がいいって言うんですか？こんな弱い奴に一発二発殴られたところで、蚊が止まったようなもんですよ。何言ってやがる。何も分かってねえだけだろうが。どういうことですか？木村はな、15年前に一度組を抜けたことがあるが、抜ける前は誰からも恐れられていた男だ。今回どうして殴り返さなかったのか、俺は不思議でならねえんだが、昔はこいつを殴ることなんてできないと言われてたんだ。殴ることができないってどういうことですか？あまりに強すぎてパンチが当たらなかったんだよ。やたらと短気でな、ちょっとのことですぐに頭に血が上っちまう。そのため誰もこいつに話しかけることもできねえ。街中を歩いていても気に入らねえ奴がいればすぐに喧嘩よ。おかげでこの辺にはチンピラが一人もいなかった時期もあったんだ。なんでチンピラがいなかったんですか？
チンピラが生きがって歩いていて、木村に出会ったらすぐに殴られるからだ。それで病院送りになったチンピラは、10や20じゃねえんだよ。そうなんですか。ああ、だからこいつだけは敵に回したらダメなんだ。そうなんですか。そうなんですかとは言うものの、大里は全く理解していないらしく、首をひねっていた。それが本当なら、どうして大里が俺を殴ることができたのか、ということなのだろう。確かに俺もそう思う。若い頃なら、今日のようなことは絶対に許さなかった。それが今は、大して気にしていないのだから。わかったな。木村にだけは喧嘩を売るんじゃねえぞ。てめえの命がなくなるからよ。はあ、わかりました。組長は、大里の返事を聞くと、俺に話があるからとその場を離れた。まったく最近の若いやつは分かってねえのが多くてな。それにしてもよく我慢してたもんだ。あんなこと昔のお前なら絶対に許さなかっただろうに。そうですね。俺も焼きが回ったってことでしょうか。それだけ大人になったんだろうよ。まあ、あんまり問題を起こすなよ。はい、わかりました。俺は組長とそんな話をしていたのだが、大里の方は違っていた。なんでだよ。あんなじじいどうってことないのに。事実俺の一発で倒れちまったじゃねえか。俺が馬乗りになって殴ってもやめてくれというだけだったのに。それがどうしてそんなに強いと思うんだよ。まったく組長もどうしたもんだろうな。こうなると組長交代も近いうちってことだろうな。だがな、どうも気に入らねえよ。大里としては、俺が組の役に立つことはないと思ったらしい。それなのに、どうして組長は俺を入門させたのか。さらには、どうして自分のことを止めたのか。やっぱり、こういうことをはっきりさせねえとダメだろうがよ。どう考えても俺の方が強いんだからな。それなのに、組長はあんなことを言っていた。やつが強いだってよ。そんなことはないってことをよーく分からせねえとダメだ。問題はその日の夜に起こった。俺は久しぶりに組長と飲もうということになり、後から合流するという組長とは別行動だった。久しぶりの街並みをブラブラと歩きながら、若い頃に入った店が消えていることに、驚いていた。へえ、あの店はなくなっちまったのかよ。よく通ったのに残念だな。ふと路地に目を向けた。そういや、この路地を抜けると早かったんじゃないかな。そう思い、路地に足を踏み込んだ時だ。俺の目の前に大里が現れた。よ、木村。なんだ、大里さんじゃないか。こんなところで会うとはな。あんたも飲みに行くところかい。いや、俺は飲みに行こうってんじゃねえや。俺が用事があるのはあんたにだ。俺に、なんで俺なんだ。何か話があるならちょうど飲みに行くところだったんだ。一緒に行かねえか。おいおい、俺がお前の先輩だって言っただろうが、その先輩にその口の利き方は何なんだよ。面倒なことを言ってくれる。まあ、すいませんね。プライベートタイムなものでね、頭を切り替えちまってましたよ。ヤクザにプライベートタイムも何もあるかよ。先輩の前ではどんな時でも同じなんだよ。それはすいません。それで、誰と飲もうってんだ。今日入ったばかりの新入りだ。相手をしてくれるやつなんかいねえだろうが。ああ、組長ですよ。何？組長だと？そうです。久しぶりに一緒に飲もうってことになりましてね。何が久しぶりなんだ。組長と一緒に飲むほどの関係なのかよ。昼間言ったでしょう、俺のこと。あれは本当だったってことかよ。嘘言ってもしょうがないでしょう。ってことは、
お前はうちの組にいたってことかよ。そうですよ。15年前にも無党組にいたんです。その頃組長はまだ若頭でしたね。お前は15年前は何だったんだ？俺は一般組員でしたよ。なんだよ、組員かよ。大里はどこかほっとしたような顔をしてみせた。それで何の用ですか？実はよ、昼間組長が言ったことが気になってな。組長が言ったこと。あんたが強かったって話した。ああ、どうなんでしょうね。俺は、あれは組長が買いかぶってるとしか思ってねえんだ。何せ俺があんたを殴ったら、あんたはぶっ倒れたんだからな。いや、百歩譲って昔は強かったとしても、じじいになった今は強くもなんともねえんじゃねえかってな。なるほど。若い頃なら強くても、今のあんたは強くはねえだろ。だが、組長は昔のあんたしか知らねえ。だから今も強いと思い込んでいる。どうだ、当たってるだろう。ああ、そうだな。その通りだよ。やっぱりそうだよな。じゃあ、これでいいな。俺は行くから。ちょっと待てよ。それならそれで、俺はそれを証明してほしいのさ。ああ、なんでそんな証明が必要なんですか。俺はあんたよりも弱い。それでいいじゃないですか。いや、俺はそれじゃ許せねえんだよ。どうしろって言うんです。あんたが弱いなら、うちの組にいることが許せねえ。そんなことを言われてもな、組長が許しても俺は許せない。だからどうしろってんだ。俺に出て行けって言うのか。ああ、そうだよ。あんたみてえな弱っちい奴が組にいたんじゃ、組の直れなのさ。第一抗争が起こっても、あんたが足を引っ張って、他の奴の邪魔になるかもしれねえじゃねえか。なるほど。そいつは確かだ。そうなればみんなに申し訳ねえや。だから、あんたのようなじじいはうちの組にはいらねえのさ。そうか。弱い俺は出て行けってことだな。ああ、その通りだよ。俺にボコボコにされる前に出て行けばよし。さもなければ命はねえと思え。そうか。そいつは困ったな。だがよ、勝手に出て行くことはできねえだろうが、組長に挨拶しなくちゃな。そりゃあそうだ。よし、こうしよう。これから組長が来るからよ。組長が来たらこの話をして、俺が出て行くかどうかを決める。それでどうだ？まあ、いいだろう。実のところ、俺は全くこいつを相手にしていない。大体、こいつが俺より強いはずもないし、他の誰に俺のことを決められるのも好きじゃないからだ。ところがこいつは、俺が目障りなのか何なのか、出て行けという。このままなんだかんだと言い合っていても、埒が明かないと思った俺は、そう提案したというわけだ。ということで、俺は電子タバコをふかしながら、組長が来るのを待っていた。なんだよ、電子タバコかよ。ああ、そうだよ。ヤクザが電子タバコなんぞ吸いやがって、全く格好がつかねえじゃねえか。そうか。ライターがなくても吸えるってのは結構利点だぞ。匂いもねえしな。そんな話をしていると、組長の姿が見えた。俺は頭を下げ組長に挨拶した。よう、お疲れ。なんだ、大里も一緒だったのか。じゃあ行こうか。それがちょっと違いまして。何が違うんだ。俺は早く飲みてんだがな。実は大里さんが納得がいかないってことでして。納得？何のことだ。このじじいが本当に強いのかどうかってことです。昼間は俺に殴られて簡単に倒れちまった。それなのに強いと言われても納得がいかねえ。なるほどな。まあ若い頃の木村を知らねえとそうなるだろうな。もしかしたら若い頃は強かったが今は弱いのかもしれねえや。だとしたらいざって時に使えねえ。だからそんな奴が組にいることは他の組員だって迷惑だと思うんです。なるほどな。
だからどうしろってんだ。組を抜けた方がいいと思います。どうして組長がこいつを買っているのか分かりませんが、所詮はジジイでしょ。俺だって使えねえやつがいて、いざって時にやられたんじゃ面白くねえや。そりゃそうだな。お前の言うこともわかる。だがよ、俺がこいつを入門させたんだぜ。そうですが。俺の言うことを聞けねえってのか。いえ、そういうことじゃないんですが。じゃあどういうことなんだよ。めんどくせえ野郎だな。要件を言えよ。はい。本当に木村が強いのかどうか、俺よりも強いのかどうか戦わせてください。それで木村が俺に負けたら、木村は組から出ていくということで。お前が負けたらどうするんだ。俺が負けたら俺が出ていきます。そこまでするほどのことかよ。するほどのことです。納得がいかないままじゃうまくありませんから。お前は己を知らねえよな。そんなことをしたら自分は命を懸けることになるっていうのに。大丈夫です。俺が負けるはずはねえんで。しょうがねえな。だったらこうするか。どっちが負けても負けた方は組の資金になってもらう。組の資金？ああ、ちょうど資金を増やしたかったところだ。だから負けた方は組に5000万を上納するんだ。そんな金なんだよ。勝てばいいことだろう。勝てば何の問題もねえんだ。金の心配なんかする必要はねえよな。そうですね。じゃあここを抜けたところに公園がある。そこで勝負と行こうじゃねえか。はい、わかりました。組長が言った通り、路地を抜けると公園があった。昔も公園はあったが、こんなに綺麗ではなかったように思う。組長はベンチに座り込むと、大里と俺を交互に見た。試合は一回きりだ。どちらかがダウンしたら終わりだ。どっちが負けても金がねえだろうからな。金田を呼んでおいてやるよ。だがその前にもう一度確認だ。大里、本当にいいのか？何がですか？こんな試合をして後悔はしねえかってことだ。後悔なんかありませんよ。後悔するとしたら木村の方じゃないですか。俺はそうは思わねえがな。まあどうしてもやりたいってんなら止めやしねえが。おい木村、やるからには手加減なしだ。じゃねえと大里が納得しねえだろ。わかりました。まるで昼間のが手加減してたみたいに聞こえますよ。手加減どころか全く相手にしてなかったとは思わねえのか。俺は十分本気だったはずだ。まあそう思うならそれでいいさ。じきに本当のことがわかるんだ、自分の愚かさもな。組長は木村を買いかぶりすぎてるんですよ。所詮はジジイ、若い俺が負けるはずがねえんだ。そうかよ。だったら納得するまでやるんだな。まあ俺としてはやめておいた方が身のためだと思うがな。それは木村に言った方がいいですよ。大里はそう言いながら笑みを浮かべ、上体をひねり軽く運動をしている。あんたも準備運動をしておいた方がいいんじゃねえのか。筋でも切っちまったら後が困るぜ。いや、喧嘩に準備運動ってのは初めて聞くな。なかなか面白いですね、大里さん。俺が注意してやったのに笑いやがって。覚悟しろよ。泣いて後悔しても遅いからな。大丈夫です。ただどうせやるなら後の酒がうまくなるように、ちょっとのことでダウンするのはやめてくださいよ。なんだと、俺が負けるって言うのかよ。申し訳ないが、組長から本気でやれって言われたものでね。あんたが俺に勝つ見込みは 0.1% もないだろうな。くっ、行くぜ。
そう言うと大里は足を開き拳を握りしめた。一方俺はというと両手をズボンのポケットにしまったままだ。どう見てもまるでやる気があるようには見えないだろう。だがそんな俺を見た組長は、久しぶりに木村の本気が見られるなと思ったようだ。おい、やる気があるのかねえのかわかんねえじゃねえか。やる気はあるから大丈夫だ。どこからでもかかってこいよ。なに、舐めやがって。そう言って走ってきた大里だったが、俺は体をちょっと動かしたところで大里の足に俺の足を引っ掛け転がりそうになったところを俺の肘鉄が背中を捉えた。その威力はかなりのもので、大里のギャッという悲鳴が聞こえた。ああ悪い、背骨は大丈夫か。本気でやれとは言われてもガキのようなあんたにはさすがにきつかっただろう。なんだと、このくらい。背中の痛みをこらえて立ち上がった大里は俺に拳を打ち込んでくる。だがそのどれも俺に当たることはなく、俺は身を翻すと大里の腹に蹴りを入れていた。またしても大里のギャッという声だ。そのくらいにしておいたらどうだ。いい加減にしねえとあんたの骨が折れちまうぜ。こんなことくらいで負けるかよ。組長はと見てみるとのんびりとタバコをふかしている。もう勝負はついているということだろう。だが大里が納得しない限りは止める気はないらしい。ならばと俺は大里の腕を取り投げ飛ばした。地面に打ちつけたところで首元めがけて拳を打ち込もうとして寸止めした。大里はというとさすがにやられると思ったらしく目を固く閉じている。そこまで。組長の声に俺は上体を起こし大里を見下ろした。どうだ大里、これでも木村が弱いと思うか。いえ、俺の負けです。よし、いいだろう。ちょうど金田も到着したようだ。じゃあ5000万を借りて組に払え。くそ、こんなに強かったなんて。金田さんよ、こっちだ。はい、お呼びいただきまして。大里に5000万貸してやってくれ。金はうちの組に入れてくれ。はい、かしこまりました。金田がスマホを操作すると、まもなく組長のスマホに入金完了の通知が届いた。では借用書にサインをお願いしますよ。それとこちらが生命保険の加入申込書です。あ、わかったぜ。大里は紙を手にすると、さらさらとサインをして、そいつを金田に渡した。金田さん、俺はどこに連れて行かれるんだ。サバイバルゲームで駒が不足しておりますんで、そちらに入っていただきます。サバゲーか。よし、そこで腕を上げたら、木村さん、あんたにもう一度勝負を申し込む。俺は絶対に強くなって帰ってくるからな。大里はそう言うと文句を言うこともなく金田に連れて行かれたのだった。大里の連れて行かれる後ろ姿を見ていた組長は一人つぶやくように言葉を吐いた。あいつはよ、自分のことを若頭になる男だと思ってたんだよ。言わなかったか、俺は若頭になる男だとかなんだとか。はい、言っていました。誰もやつを赤頭にするなんざ言ったことはねえのに、どうしてそう思い込んだんだろうな。それでもそうやって思い込むことで、やつは組のために考えて行動するようになったんだ。だから俺は、あえて何も言わなかった。なるほど、そういうことだったのか。根性はあるんだが、どうも思い込みが激しいのと野心が強くてな。その野心でサバゲーを乗り越えてほしいもんだ。サバゲーっていうのは？ああ、15年前にはなかったよな。サバゲーってのは、いわゆるサバイバルゲームだ。海外の無人島で金持ちたちの楽しみのために駒になってサバイバルゲームをするんだ。武器は何も持たず、自分で木を削って作り出す。
人で見えない敵と戦い続けるんだ。何人倒したとしても次々に駒は補充される。永遠のゲームだ。それを金持ちどもは安全なところで見て楽しむのさ。全く酷なゲームだぜ。戻ってくることはできるんですか？借金が完済すれば戻ってこれるが、完済するまで生きていられるか、そこが問題だな。なるほど。戻ってきてほしいですね。ああ、戻ってきたら奴はまたお前に挑むだろうけどな。それでも戻ってきてほしいもんだ。ああいうバカが組に一人くらいはいた方がいいからな。組長はそう言うと寂しそうに、飲みに行くかと歩き出した。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。